はい、おじでーす。羽田空港事故にね、関する内容、ね。うん、羽田空港だね。JAL516 便の着陸が不自然、新幹線の衝突というね、この内容になります。で、元気なおじいはね、本当ちょっとタイミングをね、1秒2秒ずらすだけで、普通に飛び越えて着陸できるよねって、言ってたのはね、この、よいしょ、視聴者さんから、まあ、コメントをいただいてて、で、この、ここのマークって何、何っていうね、また後輪がつくとこ、で、前輪がつくとこってね、いろんな人によって違うけども、だってこのポイントの中で着地してね、ポイントなんだけど、そんなに手前で着地してるのはね、見つけられなかったっていうね、コメントをいただいたんだよ。で、この内容を見て、ああ、確かに、と思って、で、まずは、これね、この、新幹線、これね、まず、新幹線のように来るのをちょっと見ていただいて、完全にもうほんと、だいぶ手前から新幹線で来てるでしょ？バーンと、イノシシのようにね、バーンとこう行ってます。それで、ね、いただいたやつがね、ここにあるんだけど、まず1個目。Windows 10はほんと調子悪いんだよな。よいしょ。はい、まず1個目。ね、こうした方が早いか。どうしてこんなに音でかいんだろう。リモコンがね、ボイスを下げないとね、またいっぱいケチつけられるから。よいしょ。で、まずこれ1本目。はい。でね、この着陸が本来の着陸で、テレビでね、JAL の元機長がね、言い訳をしていた、後輪から着くので、上を見てるから、下にいる解放機が見えないっていうね。まあ、一般的な降り方なんだけど、新幹線の衝突は、こんな降り方してないんだよ。で、後輪がね、今この線がある、ね、まだ太線ではない。で、こう来て、後輪が着陸するのが、まだこのね、三本線も越えて、はい。これね、太い線の手前のところで、で、この太い線、これ今斜めになってるんだけど、これが、チャーリー5。で、これが、チャーリー6。5、6のとこなんです。これがチャーリー5。なので、本来だったら、ここのところに解放機がいるわけで、で、後輪は確かについてるけど、前輪はウィリー状態になってるので、確かに上を見てて、ここに解放機がいても見えないかなっていう解説通りにはなるんだよ。でも拡大のやつもね、鮮明版のやつもあったと思うけど、新幹線のようにもうだいぶ手前から新幹線で来てるんで、全く状況が違うんだよね。で、このチャーリー5の、このすぐ手前のとこで後輪が着地して、これが5、6だよ。で、見てて。はい。これが今、
チャーリー5のところを通過するところで、はい、ここがチャーリー6なんで、ちょうどここのところに解放機がいたことになるので、だから先頭がね、当たるも何もこの状態だったら、ここもかすりもしないんだよね。高さ的にほら、ここのところが解放機の垂直尾翼と当たるよねぐらいだったでしょ。だこんなに空いてるので、当たらないんです。通常だったら。で、今6の出口がいて、前輪がつくのがね、まだだいぶ先で、ほら、とんでもない先で、ここでつく、ここが、この出口がどこかっていうと、これがね、これだね。これが、今ね、これ C1、2、3、で、4、5でしょ?で、ここのところで今後輪がついて、で、前輪がついたのね、ここら辺だよ。これだもん。この後輪がついたところで、キュッて来て、ここを通過してるわけじゃん。5、6を。で、前輪はここら辺なんだよ。ついてんのが。これね、ここ。で、サスペンションがグーンってこう行ってるんだけど、これが1個目。じゃあ2個目。これが三本線のところで、はい、この太いとオフのとこ、やっぱ同じようなとこに着地して、で、この角度なんだよね。で、これがチャーリー5、チャーリー6ね、間違いないよね。それでこいつが着地するところは、はい、やっぱ同じだね。ほら、今キューって この出口のところだから、ね、同じでしょ。だってここら辺で後輪キューっと来て、前輪がつくのがだいたいここら辺のところだよね。キューってつくのがね。それぐらいなんだよ。なので、通常の着地ポイントってここなので、こんなに滑走路余裕があるんで、で、あの速度でしょ?だから、ちょっと降りるのをね、通常のやつでそれぐらいなんで、ちょっと遅らせれば、着陸もできるし、ゴーアラウンド、じゃなくて、タッチ&ゴーも余裕でできるんだよ。ただ夜は難しいって話だけどね。言い訳が出てきてるけど、じゃあ3番目。はい。やっぱり、ここの、豆腐のところで、後輪がついて、で、今、チャーリー5、6のとこです。はい。9っていうのがね、やっぱ同じ7のとこで、多分同じポイントなんです。これね。じゃあ、もう一本、ラスト。はい。やっぱりね、同じだね、このぶっといところ。ね。で、この角度があって、で、今、
ね、チャーリー5、これ6の出口のところでウィリー状態、上を向いている。はい、でこれ7の出口のね、ちょい手前のところでキュッとついてる。やっぱね、みんなね、それぐらいなんだよ、見てると。これね、見れば見るほど、ミステリー。ほら、もうここのこんなところから、もう、ヒラメのように、A のように、ね。スーッと、上向いてないよ。ターンと来てるでしょ。不思議だね。鮮明版はどうなってんだ？これはアングルが、あれなんだよね。こうやって降りて、ほら、降り方が違うよね。上向いて下に来ないもん。ほら、もう、ほら、アラレちゃんみたいにキーンってだいぶこんなところからキーンって来てるから、かなり手前から降りてるし、上向いてついてきてないよね。そうでしょ？どう見てもそうでしょ？これって。これ、こうやって来て、ほら、上向いてないじゃん、全然。ほら。今後大きな問題が発生しなければ。ね、そうでしょ？そう考えると、どうでしょう。おじいが思うに、やっぱり、臨機応変に考えれば、いや、これはね、普通に、いけたんじゃないの？もう、だいぶ、この辺でもう、新幹線状態になってるので、この辺でね。かなり手前についてるんだよ。角度も水平だし。だ本来のね、折り方じゃないので、だ通常のパイロットだったら、ここのところに解放機がいたわけで、キュッとついて上向いて、もうちょっとこう、先端が、尾翼バーンと行ってなかったよね。だやっぱり、今回はね、516便のテストの上空で慎重に慎重にやってて、かなり手前から新幹線になってたので、それも、だから、最悪を招いた一個にもあるけど、それでも、垂直尾翼部分とエンジン引っ掛けたぐらいなんで、ほんのちょっと、タイミングを、普通の機長がね、タイミングをずらせば、ここで、ここのところで前輪をね、設置してるので、あ、お風呂がいっぱいだ。お風呂。ね、お風呂止めに行かないと。ね。なので、ここでついてもブーンって減速してガーンで、これチャーリー A と言って、もうこっから行けるぐらいまで減速はしてるんで、全然ね、この先もう一個こんなにあるんで、いや、全然止まることもできるし、タッチアンドゴーもできるだろうし、熟練の普通のパイロットだったら、絶対に飛び越えて止まることはできるけど、非常の時は、それダメだからという、そういうのじゃなくて、臨機応変に、シャリー5に、ね、この設置ポイントのシャリファイブのね、こんなところにいるから、ちょっと気をつけてってね。例えば、機長の判断で、ちょっとずらさになんなりっていうね、機種を下げないでね、それなりのことができたかもしれない。だから、ゴーアラウンドはそのままできないから着地しないとね。
だ降りるなら降りるで、タッチアンドゴーならタッチアンドゴーで、一か八かはできるんだよね。当たらないでね。と思ったの。ね。まあ、これがうまく伝わらないというか、だあまりにも今回はね、着陸が本当に不自然な新幹線で来てるので、そもそも、他の同型機の着陸とは全然違う感じで、だから他の機長たちが言ってこうやって来るから見えないんだっていう、あれと全く該当してない着陸をしてるからね、そんなんで試験を受からせるのかって話なんだね。はい、終わります。急いでるんだね。